ソフトバンク、石川修太投手が12日、国内 FA 権を取得した。石川は総課題を経て、13年度育成ドラフト1位で入団。17年に一軍デビューし、34試合で8勝を挙げると、翌18年には13勝をマークした。20年にも11勝し、通算51勝40敗、防御率3、35。今季は8投板で2勝を挙げている。 石川は球団を通じて育成選手として入団し、FA 権を取得できたことに対して野球人として嬉しく思います。球団、歴代首脳陣の方々には数多くの試合に登板させていただき感謝しています。この体、この心でここまで来れたのは家族やトレーナーの方々の支えがあったからです。今後もこの支えに感謝を忘れず、 今いる立場に常に使命を感じながら今は目の前のリーグ優勝、日本一への駒になれるよう努力していきたいと思います。